どうも安藤です。山形長男15神をクリアできたのでご紹介します。神には大した制限はないですが、赤楚内の移動速度 50% 上昇により、序盤が特にきつい印象でした。また、山形以外の敵のステータスがやけくそなくらい高くて、毛虫や牙などがとにかく落ちないです。編成は大体いつものメンバーです。夏カラス城は交換で取ったばかりなので筆下ろしです。上の4人は編成の基本となるサポート要員です。主に規制さんやバフ役を担っています。下の4人は合戦の特徴から選出したアタッカーたちです。まず、メインアタッカーとなるのは夏カラス城です。この合戦では敵の来る方向が多く、また移動速度も速いので裏田財布のような単体タイプでは厳しく。夏カラス城のような面積に高い制圧力を持つアタッカーが適しています。バイジャヤントあたりでも良いと思いますが、鈍速役は別途用意が必要でしょう。裏淀城は、攻撃デバフと対空火力要員として採用しました。私の攻略法では牙やジャタケムシに対して受けに回るので、特に攻撃デバフは必須です。平城京あたりでも同等クラスのデバフを持っていますので、代用できなくはないかもしれません。浦真田丸は受け役として必須です。連動の高い盾なら代用できるかもしれませんが、常設交換キャラなので持ってなければ取ってきた方がいいでしょう。浦田財布は最後の一枠でした。単体火力の一押しという感じなので、連動は多分1凸あれば十分と思います。代用するなら、古賀御所や夏吉の狩り、正月江戸城あたりでもいいかもしれません。そんな感じです。では合戦に参りましょう。漆黒の開始したら、とにかく夏カラス城を真っ先に最大化します。武神十武神では毎回そうなのですが、最初の敵に対してこちらの計略の準備が間に合わないことがあります。特にこの合戦では、神技で移動速度が上昇しているので、この武神クラスの火力を持った桃型を止めるのがなかなか難しいです。夏カラス城を使ってみて思ったのは、自身の強みである火種上昇や鈍速が計略ではなく特技に依存しているため、計略を使えない序盤のビルドにもとても適しているということです。あとは桃型たちの通る道を開けて、ヘレンキーム税城と平安京の撃破増加効果で記憶を大量生産します。この合戦では地形の形状的に鈴がかなり効率よくダメージを出してくれます。また地形不一致なので重いですが、規制さんで記憶は返ってくるので絢爛立花山城も優先的に巨大化します。落ち着いたら牙が来る前に浦真田丸を配置します。序盤の経力は最低限にして記憶生産に専念します。また、絢爛立花山城は経力の再使用短縮も担っているので、早めに最大化を目指します。絢爛立花山城を最大化すると、浦淀城の経力は切れ目なし、浦真田丸の経力は切れ目1秒で使用可能です。特に浦淀城の計略は切れた瞬間に盤面が崩壊することがあるので 35% 短縮は必須です。この辺りから牙ラッシュがきます。牙は火力が高いので必ず浦淀の計略で敵の攻撃を下げに行きます。また浦真田丸自身の計略も必ず使用します。第2波では、右から来る払い騎士の対策で裏田財布を右寄りに配置します。魔運を払うのは、あなたの心のままに。夏の影からいいですよ。ダメどうせお前は、暗く濁った根源に。武神十武神名物、強すぎる天狗がこの合戦でも登場します。この合戦の天狗は歴代でもかなりやけくそで、攻撃力が1万超えています。しかも遠隔、錬金武器種の耐久が半減しているので、夏カラス城や4代目江戸城は吹き飛びます。しかし、浦淀城のデバフのおかげで、なんと一発は耐えられます。ただし、それを実現するためには浦淀城の射程が届いている必要があるので要注意です。払い騎士、赤牙を倒したら浦真田丸と浦田財布をそれぞれ撤退させます。今回撤退再配置がかなり多いです。
同じや。この手はなくてもいけるところもあるのですが、低レンでやだいたいキャラで挑まれる方のことを考慮して、余裕を持ってクリアできるように頑張ってチャートを組みました。なので、ギリギリのところはあえて、可能な限り少なくしています。浦田財布は毛虫ラッシュに備えて左側に配置します。浦真田丸は飛来新薬として前よりに配置します。中盤はこんな感じの盤面で進めます。中盤は緩いので大丈夫と思いますが、ヘレンと浦淀城の計略だけは切れ目がないように要注意です。浦淀城の計略が切れると、浦真田丸ですらまどか殺されますのでご注意ください。第3波になったら、紀藤くんを置いて平安京を撤退させます。平安京は自身のバフと攻撃を効果的に発揮するため、左側へ移動してから最大化します。第3波の終盤、手前から赤弓が3連続で来るところまで解説は飛ばします。同じ過ちは繰り返さない。この地こそ我が内なる気か。この刀はこの世ならざる者すら両断する。さあフィナーレの時間よ。山田にも殺していいの。この地こそ貴様だ。獲物は貴様だ。追放の人を かたどるよ。万年共柄よ。謳歌しましょう。この刀は、我が内なる獣。太陽の届かない世界へ。な。はい、ここの赤弓を処理し終わったあたりで浦淀城を撤退させます。そろそろジャタケムシが来ます。ジャタケムシは火ダメ 50% 軽減の上になんと耐久が40万近くあります。もうね、アホかと。そこで浦淀城を前線に出し、先んじて削りを入れます。この位置はジャタケムシの攻撃は当たりませんのでアンチです。また、ジャタケムシに限らずこの合戦の属敵は状態異常耐性がありません。よって、浦真田丸の計略で歌唱を入れることがとても重要です。超重要。穴熊配置のままだとジャタケムシにまとめて焼かれる上に、行動不能で思うようにダメージが通せません。ジャタケムシが倒しきれない人は、ぜひこの配置を参考にしてみてください。無駄城とかで状態異常回復もありかなと思いましたが、転生している余裕がないです。ジャタケムシを倒したら、浦淀城、浦真田丸を撤退させます。また、ヘレンキーム勢城と4代目江戸城も撤退させちゃいます。浦淀城はヘレンキーム勢城がいた位置に、ヘレンキーム勢城は浦淀城が元いた位置に配置します。
つまり序盤の配置から左右入れ替わったような感じです。4代目江戸城の位置を最終的に裏賀財布を持ってくるので開けておきます。浦真田丸は牙が来るのでまたこの位置です。この天狗の目は裏田財布で迅速に処理します。また裏淀城の計略によるデバフも必ず必要です。牙を処理し終わったら裏真田丸は撤退させます。裏真田丸は金牙を止めるために念のため配置しています。金牙を処理したらすぐに撤退で OK です。さてようやく大詰めなので山形を見据えた盤面を作成します。裏田財布は右側へ移動、裏真田丸は左側の一歩前へ移動します。これにより浦真田丸は左側の高耐久の奴らに箇所を当てられます。さらに最も重要なのは山形第一停滞をしっかり受けて手前で停滞変化させることです。これにより山形第二形態を歩かせながら安全に処理できます。ちなみに右心単体の性能で見ると山形は圧倒的に歴代最弱だと思います。何が強いのかよくわからないレベルです。ゼロ神と何も変わりません。マースの変わり箱的がやけくそに強いので武神呪武神全体で見れば難しい方のように思います。解説は以上かな。ここまでご視聴ありがとうございました。よければ高評価やチャンネル登録などしていただけたら嬉しいです。引き続き最後までお楽しみください。全ての衝動を解き放つ。夏のか、ああやば、タッグを断金、清めのお砂を、舞うも払うもあなたの心のままに。さあフィナーレの時間よ。この地こそ、この刀はこの世ならざる者すら両断する。いじめたくなっちゃう。さっきの現金、現金なんだから。
魔運を払うな。あなた、さあ、この地こそが様だな。この刀は、この世ならざる者すら両断する。ワンワン、頑張ってヨダちゃんにとびきりのご褒美が欲しいわ。